これ今顔にファンデーション塗ってるから、布団にファンデーションつけたくないから頭上げてるから重いです。重いよ、わかんない、何重い。聞いてください、5日後にテストです。マミー、どう思いますか？勉強しなきゃね。そうなんです。でね、私はその癖がありまして、ストレスがかかると爆食をしてしまうんですね。で、テスト前はストレスがめちゃめちゃかかっていつも太るんです。で、いつもはテストだからしゃあないかと思っていっぱい食べるんですけど、そのテストが終わるとよっしゃパフェ食べるぞと思ってパフェ食べたりいろいろしてるとまた太っちゃうの。最近なんかね、食欲がなくて2キロ痩せたんです。で、それをせっかくだから維持したくて、でもお菓子をどうしても食べちゃって、昨日も一昨日もアポロを2箱食べたので、それを怒ってください。誰に言ってんの？ママ。ママに言ってんの？こら、何やったんじゃ。すいません。ということで、私は決めました。お菓子をやめます、まあ、テスト期間お菓子をやめます。ただおつまみとカカオ 72% 以上は許してほしい。それお菓子じゃん。テストが終わるまでの間、朝でも昼でもお菓子禁止ってこと？うん、そのお菓子の定義がアポロとかポテチとかはダメで、だけどちょっとチョコレート効果とか酒のつまみとかは許してほしい。チョコレート効果はチョコだからお菓子でしょ。うん、つまみもお菓子じゃん。定義の意味がわからない。なるほど。混乱のあまり徹底しましょう。はい、わかりました。カカオ 72% 以上ダメなの？72% 以上だよ。あと5日ぐらいでテストが始まって、テスト終わるまでを考えたら7日ぐらいあるんですよ。その7日間間食を記録していきたいと思います。で、例えば間食でキュウリはさ、ありじゃん。ブロッコリーもありじゃん。で、ヨーグルトもありでしょ。そう、私がいけないのはお菓子がここにあるから食べるみたいな、で、携帯をいじりながら食べて、あれ？なくなってるみたいな、そういうのが多いので、それをキュウリとかブロッコリーとかをこう無意識に食べるならまだいいじゃん。だからそういうのに変えていきたいなと思います。ただカカオ 72% はあのね、本当に頭の回転が良くなるから許してほしい。例えば7時までにするとか期限を決めたら、から夕食後はもうカカオ72もなし。うん、じゃあそれで夕食後すぐならいいけど、その夕食後30分以内ならいいけど、それ以降はダメ。夕食後はダメ。あ、そうなの。うん、夕食後食べるんじゃないの？時間にしろ、時間。はい、じゃあ10時以降は何も食べません。21時にしよう。じゃあ21時以降はカカオ 72% も食べません。はい。昨日、まんちゃんがたくさん買ってきた。これって、食べていいですか、ママとりょうくんで。ちょっと待って。あの、ちょっと聞いてほしいの。あの、これね、ダース×小枝。やばくない？まあ、これ食べたんだけどさ。え、いつ食べたの？昨日。めちゃめちゃ美味しかったよ、これ。なんかさ、小枝の入ってる、この、何？長くなりそうだから、フォーク。小枝のパフってさ、食べてください。はい、どうぞ。いやでもね、本当にで、これからテスト終わるまで間食、例えばお腹空いたからブロッコリー食べますとかヨーグルト食べますとか、そういうのは記録していきたいと思います。あと21時以降に食べたものは食事でも全部記録していきます。でね、昨日ちなみにアイスを最後の晩餐として食べました。あ、はい、なんか食べたなと分かってくるの。あれ、今日夜ご飯食べたっけ？ちょっとつまんだじゃん。あー、そうだった。そう、夜食欲ないんだよね。ただ夜中になるとお腹空くんだよね。意味わかんないよね。違うよ、帰ってきてから食べてるからだよ。あ、そっか、確かに。ということでね、もうこれはね、見たくないので、もう顔も見たくない。はい、では今日からの完食を記録していきます。はい、
そう、ちょっと聞いて、あのね、はい、2日目です。今12時なんですけど、さっき起きてお風呂入って、今こんな感じです。お昼ご飯の前に朝ご飯食べると、お昼ご飯食べられないので、いちご食べました。美味しい。なんか甘いもの禁止ではないから、お菓子禁止って、だから結構探せば甘いものってあるし、チョコとか食べたいっていうのがなくなってきた、1日目にして。でさっき体重測ったらまた痩せてたから、ちょっと嬉しいので、このまま続けられそうです。目標体重まであと 2.5キロ。ちょっと今体調悪くて2時間ぐらい横になってました。さっきよりは良くなったので、ヨーグルト食べます。チョコレート効果カカオ 72% のなんか素焼きアーモンドが中に入ってるやつをさっき3個食べました。ラス3でした。完食本当に今日しなくて。飲み物はブラックコーヒーとイロハスとダブルベリースムージー。ダブルベリースムージーなんか全然今日飲み終わってない。あのカカオチョコがなくなっちゃったので、明日からの生活がどうなるか分かりません。3日目の夕方、3日目の夕方はヨーグルトです。4時39分いつもお菓子が貯蔵してあるところに私の大好きなアポロがあって、ムカつきました。4時40分、4日目です。4日目もヨーグルトに蜂蜜をかけて食べます。これめっちゃ美味しい。これはい、今日のおやつはこちら、チョコレート効果です。あ、5日目です。イエーイ。これはママが買ってきてくれました。ありがとうございます。あとヨーグルトも食べたいと思います。明日からテストなので頑張ります。ヨーグルト食べてます。今6時14分です。蜂蜜をかけてヨーグルトで知覚過敏になります。いいねしてね。はい、テストが終わりました。1週間おやつ禁止、お菓子禁止したんですけど、何回もポテチ食べてるのを見て食べたくなったり、アポロをね食べたくなったりしたんですけど、無事食べずに生き残ることができました。その期間中にお世話になったのがこちらの水と、これはテスト期間ですね。クラフトボスのブラック、これはちょっと砂糖と甘味料無添加なので許可してください。で、あとこの 72% もお世話になりました。これは、許してください。それでですね、なんかちょっと痩せた感じがするよってママに言われたんですよ。なので体重を測っていきたいと思います。いきなりすぎん、あのちゃんとね服を脱いで測りたいと思います。ちょっとガチ勢測ります。あった、お、え、ちょっと待って、結果発表。はい、なんと1週間をやり始める前の体重が 49.5キロ。まあ朝測ったっていうのもあると思うし、今寝てないっていうのもあると思うけど、結果がですね、でん 49.5キロ、変わりません。あのなんか知らないけど、体脂肪率は 2.2% 下がって、筋肉量が 1% 上がってて、で体重は 49.5 のままです。ちなみにね、私は47を目指してるので、あと 2.5キロです。はい、お菓子禁止ちょっとあの続けたいと思います続けます。ああ、多分テスト期間だったから全く運動しなかったのね。あのこれからはね、ちょっとね歩く歩数も増やしつつ、お菓子も禁止しつつ、あとね水をいっぱい飲むのと、ちゃんと規則正しく生活をして、ちょっとまたなんか痩せたら報告したいと思います。ということで、なんで、なんかさ、増えてたら増えてたでさ、あれ増えてるでさ終われるしさ、減ってたらさ減ってるで終われるけどさ、全く同じって何。これからもうちょっと頑張りたいと思います。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価
ぜひよろしくお願いします。